こんにちは、シュアーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は、これはひどい。ニュースで話題になった中国人のアマゾン転売方法とは、のお話をしたいと思います。最近、中国人の出品者が気になっているアマゾン転売の専門家、シュアーズ佐野です。アマゾン転売は、社会人や主婦、学生など、幅広い層から人気を得ている副業ですが、あなたはそんなアマゾン転売に屈強なライバルが爆増していることに気がついていますでしょうか。実は現在、アマゾン転売において中国人が大量に参入してきている状況となっています。彼らは私たちの常識を超えてくるような方法で一気に参入し、大きな利益を上げています。もしあなたが中国人転売ヤーがどのような方法で利益を上げているのかわからないまま事業を続けているのであれば、彼らに勝つことはおろか、売り上げを取られてしまうことでしょう。中国人転売ヤーが行っている手法には、一般的なものから悪質なものまで様々な方法がありますが、これらを参考にして応用、対策することができれば、私たちもより効率よく稼ぐことが可能になるとは思いませんか？そこで今回は、中国人転売ヤーが行っているアマゾン転売とはどのようなものなのか、私と一緒に確認していきましょう。中国の転売ヤーが日本に参入してきたとはいえ、負けてはいられませんね。アマゾンで中国人転売ヤーが増えている？最近になって、中国人転売ヤーが爆発的に増えていることは冒頭でお話しした通りです。現在中国ではアマゾンを利用して日本市場のみならず世界中への輸出転売が盛り上がっているようです。理由としては現在2018年8月からおよそ2年前にアマゾンで販売を行う際の管理画面が中国語に対応したことが挙げられます。アマゾンは数年前から中国市場が大きなものであることを見越し、中国の出品者がアマゾンジャパンやアメリカのアマゾンにたくさんの商品を出品するように仕向けていました。あれから2年が経過し、中国人が日本やアメリカに転売するノウハウがある程度形となって共有され始め、現在になって中国人転売ヤーが爆増しているということなのでしょう。日本人でもアマゾン輸出などが数年ほど前から流行り、ノウハウがある程度公開されているのと同じ状況であることを考えると、想像はそう難しくないでしょう。日本人の商品選びのセンスと中国人の商品選びのセンスは異なることもあり、仕入れる商品の見極め、リサーチに関しては私たちの方が優位であると言えます。しかし、人工的に考えても、中国人の方が圧倒的に多いことを考えれば、ライバルが一気に増えるため、脅威であることは間違いありません。さて、そんな中国人転売ヤーはどのような商品を扱っているのでしょうか。中国人はどんな商品を売っている？結論から言うと、ほとんどすべてのジャンルの商品を販売しているのです。Amazon では自分が保有している商品でなくとも、先に出品をしておいて、商品が購入された後に購入された商品を仕入れて発送する無在庫転売という方法で出品ができます。彼らは中国にあるもので比較的安価、かつ日本で需要のあるものを片っ端から出品しています。出品後、日本で売れる商品、売れない商品を見極め、実際に売れ行きが良かった商品のみを仕入れ、Amazon で一気に販売しています。中国人はこの方法で Amazon 転売を行っているケースがほとんどです。Amazon 転売では Amazon FBA というサービスがあるので、現地に仕事を代わりに行ってくれる人がいなくとも、簡単に Amazon 転売が可能なのです。FBA って何？商品の発送や管理を代行してくれるサービスのことです。もっと詳しく知りたい場合は、以下の記事を読んでくださいね。日本でも同様のことはできますが、やはり一度は商品を見なければならないこともあり、サンプル品を取り寄せたりする手間がかかります。
ところが中国人の方は、そのようなことをしなくとも、簡単に商品を確認できるので、すぐに確認をし、無在庫転売を始めることができます。このスピード感の違いが、私たちにとっての脅威となるのです。実際に中国人転売ヤーが仕入れている商品として、特に多いのは、イヤホンやパソコン周辺機器などの精密機械や、仮装に利用されるコスプレなどが多い印象です。他にもヘアアイロンやミシン、マッサージ機などもありましたね。日本人がフィギュアなどを輸出するのとは異なり、中国では日本ではそれなりに価格のする精密機械などを狙って販売しているようですね。まとめると、ブランドに大きく売れ行きが左右されず、ある程度使えれば良いというレベルの商品を多く出品しているという傾向にあります。中国人が作るアマゾンのやらせレビューとは？アマゾンで重視されるのはウェブサイトの表示順位。検索した際にアマゾンの商品ページが上位に出てくる商品ほど売れやすいのは当然のことですよね。この表示順番を上に上げるための対策のことを一般的には Amazon SEO 対策と言われています。Amazon SEO 対策の具体的な内容としては、商品名、説明文のキーワード選定、表示回数、商品購入回数、レビュー数、評価の高さなどが挙げられます。Amazon SEO さえできていれば、ロングセラーの商品よりも上に商品ページを表示させることも難しくないのです。そこで中国人転売ヤーは業者などを経由してやらせのレビューを作るという方法で無声に Amazon SEO を高める手法をとっています。手順は以下の通りです。1、商品を業者に購入してもらう。2、商品は発送せずレビューだけ書き込む。3、これを繰り返す。その他にも、SNS でやらせレビューを書いてくれる人を募集するといった方法もあります。中国の転売ヤーが販売している商品や、詐欺的なやらせレビューの見分け方は、以下の記事に書いてあるので、読んでおくと、すぐに中国の転売ヤーを見つけることができます。実質かかるのは、Amazon での販売手数料のみとなるので、破格で有料なレビューを量産できることになります。購入数、レビュー数、評価の高さなど全てが高くなり、一気に Amazon SEO が高くなるという仕組みになっています。通常の商品であれば購入されても必ず評価されるとは限りませんし、すごく高いレビューのみがつくとは限りませんよね。しかしこのようなケースでは、明らかに星5の評価が多くなるため、一目見てわかる場合がほとんどです。万が一日本人が購入し、悪質な商品が届いて悪いレビューがついてしまった場合でも、再び業者を通してレビュー上げを行えば良いだけのことですよね。このようにして中国人転売ヤーは、無声にやらせレビューを書き込むことで順位を上げて一気に利益を確保するという悪質な手法をとっているのです。もちろん、まっとうに商売をしている中国人セラーも存在しますよ。これはひどい。中国人の極悪なAmazon転売方法とは？やらせレビューは中国人転売ヤーの中で比較的多くの人が行っている手法ですが、中にはもっと極悪な方法で、Amazon転売を行う人も存在します。もし自分が進出しようとしている商品に競合が存在していた場合、その評価を意図的に下げて、Amazon SEO を操作するのです。具体的な手順としては、1、ライバルから商品を購入する。2、低評価と品質が良くないという内容のレビューを行う。3、評価が下がったところで返品と返金を行う。4、繰り返して星3以下。標準以下の評価まで評価を落とすとなっています。Amazon Japan では、Amazon 出荷の商品でない限りは、評価などに関して一切関与しない決まりとなっているため、販売者も対応する手がないまま、
売り上げを落としてしまうのです。今のところ特に問題がない人であっても評価下げの被害に遭う可能性もありますので、現在売れている商品のみならず新商品の開拓も絶えず行うなどの工夫が必要です。まとめ。今回は中国人転売ヤーの手法に関するあれこれに関してお話ししました。無在庫転売およびリサーチの面で中国人が優位であることから、スピード感を持って事業展開を行わなければならないことや、評価上げ下げに関して左右されないように分析の体制を取らなければならないことを、あなたにも分かっていただけたのではないでしょうか。あなたが中国輸入を行っているなら特に注意してくださいね。以下の記事で書いてあるデメリット部分を中国の転売ヤーはクリアしており、ライバルとしてはとても強いですよ。あなたも中国人転売ヤーに負けないように引き続き頑張ってくださいね。今日は以上です。またさらに詳しい情報をシュワーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。本日はご視聴していただきありがとうございました。